上田さん、こちらはまさに純愛オカリナさんの公開お見合い会場です。現在は2人目関根さんとのツーショットタイムが続いています。すごくね、盛り上がってるみたいですよ。はい、では改めてお相手の男性をご紹介します。関根康平さん、24歳、会社員。女性には積極的で告白した経験もあるということなんですが、これまで24年間彼女がいたことはありません。なるほど。岡田さんってね、結構信用弱いので、結構ね、康平さんも積極的に言っていただけたらいいなと思ってますよね。では様子を見てみましょう。はい、私スポーツしてる人とかも好きなんですけど、はい、なんかスポーツとかやってたんですか？柔道6年と、はい、相撲3年、キックボクシングを3年やってました。確かに、たくましい体ですもんね。ありがとうございます。ちなみにお姫様抱っことかできたりとか？あ、できますよ。え、本当ですか？はい、私割と小太りなんで。いや、全然できます。本当ですか？いいですか？やってもらってもいいですか？緊張するな。こっちの気になって。どうしますか？いいですか？失礼します。最近ですか？どうですか？いや、不思議な気分です。いや、びっくり。不思議じゃないですか？なんか自分が降りてるとあんまり。すげえ。それでは上田さん、お返しします。二度とそちらから呼びかけないでください。あれいいよ、もうあれ。あのカップルでええよね。翔子さん、ごめんね、せっかく話も途中だったので。大丈夫です、はい、ごめん。さあ、じゃあ続いてはこちらです。オカリナさんは現在2人目関根さんとのツーショットタイムが続いています。オカリナどんどん綺麗になってるの、信じましたね。果たして人生初の彼氏できるんでしょうか？何やねん、流さないっすよね。そうやな、本当やな。もう俺あんなもの見せられるぐらいだったら今日富士山の長渕ライブ行けばよかった。お仕事、今からでも行きたいわ。さあ、ここで世界記録工場の方を呼んでみましょう。有岡くん、